トリアムシノロンアセトニドの構造式トリアムシノロンは長時間作用型の合成コルチコステロイドの一種。錠剤、注射剤、布剤、高校用調布剤の形で投与される。ステロイド外用薬では日本の格付けで5段階中にのミディアム、商品名、レダコート。多くの場合ステロイド核 D 管の2つの水産機にアセトンを付加したアセトニドが用いられる。海外では ベネトニド、ヘキサセトニド、フレトニド、ジアセタート等の誘導体も利用される。持続的な効果が要求される場合には注射薬として使用されることが多い。これには、副腎不全などで副腎が十分なステロイドを生産できない患者の補充療法や、ある種の病状において炎症を和らげる場合などが相当する。トリアムシノロンのようなコルチコステロイドは、免疫系において、 重要な役割を果たす、ある種の化学物質の放出を阻害するよう細胞に作用し炎症を和らげる。すなわち、それらの化学物質は通常炎症の原因となる免疫反応やアレルギー反応の正規に関与するので、特定の部位におけるそのような化学物質の放出を減少させることによって炎症が和らげられる。この効果は広範な病態、特に重い炎症の制御に役立つ。 過剰なアレルギー反応、気管支喘息による肺の炎症、関節炎などが例として挙げられる。普通の治療法では、効果のない花粉症の患者に対し、単一容量の注射が行われることもあり、これによって花粉症の症状が全体的に緩和されることがある。また関節炎などの症状に対しては、患部に直接注射することによって炎症と痛みを和らげ、 関節を動かしやすくすることができる場合もある。トリアムシノロンは血液中の白血球の数を減少させる効果もあるとされる。これは白血球が異常に多く作られてしまう方の白血病の治療に有効である。また、免疫系が自らの体の組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の治療にも用いられる。トリアムシノロンを使用する際には 体内で自然に作り出されているコルチコステロイドよりも、はるかに大きな量が投与される。このため、通常のコルチコステロイドの作用が助長され、副作用となって現れることがある。ステロイド外用薬として使われ、日本での格付けで5段階中にのミディアムの医薬品がある。外用薬では、吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では、長期連用しないよう注意し、 顔への使用は、ミディアム以下が推奨される。病変の悪化あるいは変化なしでは中止する必要がある。外用薬について、全米皮膚炎学会によれば、ステロイド外用薬離脱の危険性を医師と患者は知っておきべきで、効力に関わらずにから4週間以上は使用すべきではない。筋、関節空、皮下注射剤、ガラス体内注射剤軟膏蒸気のほか。 製剤成分に過敏症のある患者には、それぞれの製剤は使用できない。ありがとうございます。